としてはまずシャンリンを探しに行って、あれ、ショーリー、こんな時間にこんなところでどうしたんだ。うん、それは俺のセリフだ。ここで二人に会えるとは縁があるな。息災だったか。以前に比べて顔つきが穏やかになった。旅路の中で何かを追い求め続け収穫し続けるのはやはりいいことなのだろう。何のことはない。そういえば勝利はまたここでお茶を飲みながら講談を聞いてたのか。この一杯を飲み終えたら立つはずだったんだが。はずだった。ちょうどいい季節だからな。警察層あたりまで散策でもして宝月のタケノコを取ろうと思っていたんだ。あそこの住民からもらったことがあるんだが、実にいい味だった。え？宝月のタケノコ？普通のタケノコじゃダメなのか？あ、オイラわかったぞ。勝利はまた優雅な生活を送ってるんだろう。こだわりが強い勝利のことだから。宝月のタケノコの肉質は柔らかでえぐみがない。普通のタケノコでは替えが効かないとか言って。パイモンは賢いな。俺のことをよくわかっている。もうじき仮説だ。タケノコ以外にも同志から渡された目録には用意できていないものが結構ある。二人は差し迫った他の用事はないか。ふふん、ちょうど友達に会いに行こうと思ってたところなんだ。まだ誰に会うのかは決めてなかったけど、一番最初に会ったのがお前だったんだぞ。そうか。二人にはあの宝月のタケノコで作られたスープがどれほどの一品か想像できるだろうか。大きく切られた赤身肉の塊と香り立つタケノコを共に鍋へ入れ、とろ火でゆっくり半日ほど煮込み。ああ、お前わざとだろ。オイラたちがその口車に乗せられてお前のために使いっ走りでタケノコを取ってくるとでも思ったか。ん、もとより宝月のタケノコがうまいのは事実だが。くねんな。くぅ、ひとっ走り行くぞ。こいつのせいですっごく食べたくなっちゃったぞ。タケノコを取るのにはそんなに時間がかからないもんな。おいら絶対にスープを飲むぞ。確かに一走りの甲斐があるビズと言える。いいだろう、二人にお願いするとしよう。もし上質なタケノコが取れたらぜひ俺にも少し分けてくれ。ほら見ろ、おいらこいつは絶対にこう言うって分かってたぞ。だがそう焦る必要はない。怪盗祭期間中町には多くの人が行き交い、いろんなことが起こるだろう。他にやりたいことがあれば自分の心に従うといい。食卓の上でのタケノコは所詮花を添えるだけのもの。友人たちと共に楽しんだ方がその意義はよりはっきりしたものになるだろう。勝利はそのまま散歩しててくれ。オイラたちは先に行くぞ。ああ、気をつけて。これだけあれば足りるだろう。帰って。助けてくれ、誰か助けて。聞こえたか。ちゃんと見えてる？水は飲んでいない？落ち着いたよ、ありがとう。びっくりしたぞ。無事でよかったぜ。助けたのはこっちの女の子？ニーニーニーネーネー、それにおじちゃん、こんにちは。ヨーヨと申します。おお、なんかめちゃくちゃ礼儀正しい女の子だぞ。オイラはパイモン、こっちは旅人だ。
私はドボルザーク、フォンテーヌから来た音楽家だ。石門の方にある道に沿ってリーウェ港まで行こうと思っていたんだが、ここの綺麗な風景に酔ってしまってね。いつの間にか道を間違えてしまっていた。さっきも滝に目を奪われて足を踏み外したんだ。もしこのヨーヨー嬢ちゃんが助けてくれなかったら。気にしないで、ドボルザークおじちゃん。でも滝から飛んでくる水は石造りの路面を滑りやすくするから、確かにゆっくり歩かなくっちゃ。これからはなるべく見知らぬ環境で考え事をしながら歩くのやめましょうね。足元に気をつけるってことが習慣になりさえすれば、もうこんな目に遭わずに済むよ。ああ、肝に銘じるよ。お、もしかしてお腹が空いちゃったの？私はまだ。遠慮しなくていいよ。ヨーヨーはリーユエの人間だから、各地から来た観光客をおもてなしするのも人情ってものだもん。もしまだ道を急ぐんだったら、必要な時に力を補給するのも大事だよ。ヨーヨーのカバンにまだ何個かハスの花パイが入ってるから、みんなで分けて食べましょう。ニーニとネーネもどうぞ。わー、この子めちゃくちゃ気が利くぞ。オイラの分まであるじゃないか。遠慮しないで。本当に美味しいぞ。食欲旺盛なのはいいことだよ。パイモンちゃんがまだまだすくすく育ってるって証明なんだから、もうちょっと多めに作ってくればよかったね。ほら、めちゃくちゃオイラを甘やかしてくるぞ。リーユエの天使、ドボルザークおじちゃんの口にあったかな。甘さが足りなかったりしない？いやいや、とても美味しいよ。モンドでご当地ムーンパイっていうのを食べたことがあるんだが、そいつのあんは肉だった。このハスの花パイはムーンパイと同じ製法でパイの皮を作っているが、味はそれぞれのいいところがあるね。故郷の味となると、ああ、本当に長い間食べてないな。というとドボルザークもずっと旅をしてるのか？ああ、私はイリデッセンスツアーの主催者の一人なんだ。絶えずいろんなところへ赴いている。イリデッセンスツアー？イリデッセンスツアーはフォンテーヌで影響力の大きい音楽祭と言えるだろう。規模を拡大して各国で開催するというのが私たちの目標だ。そう、主催側の私たちみんなが共に追い求める目標だったんだが、その後、話せば長くなるからやめておこう。話を私に戻そうか。各地を巡って音楽を宣伝する以外にも、実はちょっとだけ市場があったんだ。もったいぶらずに早く教えてくれ。先祖代々言い伝えられてきた話から話すことになるからな。みんな時間は大丈夫なのか？ヨーヨー、物語を聞くのは好き。うんうん、オイラたちも聞きたいぞ。そうか、では話すとしよう。これは旅をしていた私の先祖がとある旅の最中に遭遇した出来事の話だ。不意に足を踏み外して水に落ち、あと少しで溺れ死ぬというところで、彼は抑揚ある音楽を耳にした。何でもその音楽は彼が人生で聴いたものの中で一番美しく一番感動的なものだったという。そのような危機にあっても、この世のものとも思えぬような美しい音楽に注意を引かれ、彼は自分が間もなく溺死するのだという事実さえ忘れるほどだった。ふと我に返ると、
彼はいつの間にか岸へ戻っていることに気がついた。少し離れたところには浮世離れした雰囲気の見知らぬ女性が立っていた。先祖の無事を確認するや否や、彼女は何も言わずにふらりと去っていった。追いかけて礼を言おうと思った先祖だったが、二人は十数歩しか離れていなかったのに、どう追いかけてもその距離は一向に縮まらなかったんだ。結局彼は仕方なく女性の後ろ姿と遠くの山河にお辞儀をして感謝の意を伝え、きびすを返して故郷への帰路に着いた。故郷に戻ると先祖は楽器の演奏を勉強し、詩人のように歌い語りながら旅をして、この物語を各地へと伝えていったんだ。その後物語は言い伝えられる中で芸術的なアレンジを加えられることも多くなった。女性はいつしか天女とされるようになったんだ。そしてやがてフォンテーヌでは少しばかり名の知れた伝説になった。天女の見下ろす湖畔って名前でね。林の水辺でいい腕の奏者が楽器を演奏すると、目に見えない天女が一緒にセッションしてくれると人々はよく言うんだ。ああ、この話は人々の想像の中でだんだんロマンティックなものになっていき、今や現実離れしたものになってしまった。しかし私は誰よりもその真実を分かっている。過去を遡ろうって発想でね、物語の原点である土地を訪ねて女性の子孫を探そうと思ったんだ。先祖が水に落ちた場所なんかとっくに探しようがないし、こんな捜索は海から針を救い出すようなことだとも分かっている。だが外を転々として早いくとせ、自分の足腰も昔ほどよくはなくなった。この半生で成し遂げられなかった願いはいつの日か執念に変わっていたんだ。ヨーヨーはまだ半生っていうほど長い時間生きてないけど、でもその気持ちは分かるような気がする。オイラもハスの花パイの花の中心近くにある一番おいしいあんのところを取っておいたのに、食べるのを惜しんでいるうちにポタンと水に落ちたりなんかしたら、オイラの余生絶対そのことを忘れられないぞ。はは、私のためにそう悲しまないでくれ。進展はもちろんあるんだ。私が考えるにはその場所はリーウェのはずだ。おお、やっと手がかりが見つかったのか。ああ、これもまた少し不思議な話になるんだが、モンドが自由と鹿の都だというのは前から知っていた。最近風神様は秋にモンドへ戻るらしいと聞いてね。それから彼は音楽の守護神であるとも聞いた。そこで私はモンドの教会へ祈りを捧げに行き、風神様に私を導いてくれと願った。そうして教会から出ると、目の前で木の葉の集まりが風に吹かれて石門の方へ飛んでいったんだ。すると親切なモンド人が、これは風がリーユへ導いているんだと教えてくれてね。またこれがチーンというやつか。絶対に私を分かってくれる人がいると思ったんだ。本当？なんだか宝刀団の怪しいおじさんが警察層のおばあちゃんを騙すやり口みたいに聞こえるけど、ガン王帝君がお戻りになられたぞ。交通費か再選をくれれば俺からあの方へ渡してやる、一家安泰を守ってくださるぞみたいな。ヨーヨー安心してくれ。オイラたちそのこういう現象を読み解くのには慣れてるんだ。それに騙されないために一番大事なポイントはモラを渡さないってことだしな。感謝の意を表すため、確かに結構なモラをかけて美酒をいくらか買って通り道の七天神像に備えたが、ああこいつ。じゃあヨーヨーはニーニとネーネ
とおじちゃんを連れて B ウェコーの極境台に行くよ。タウンエーネを探しに行こう。ヨーヨの知り合いはそんなに多くないし、お役に立てないかもしれないけど、でもタウンエーネとネーネがいつも補佐してる七星だったら何でも知ってるよ。もしおじちゃんが騙されたなら、みんなは権利を守ってくれる。もし風の情報が正しくて確かなもので、まだ人を探し続けることになったら、やっぱりみんなに聞くのが一番便利だよ。しかしそうなるとまた皆さんに迷惑をかけて。ちょうど新しく取った薬草と植物をネーネに持っていこうと思ってたから。お、そういえばオイラたちも随分カオに会ってないよな。怪盗祭の前に友達訪問と行こうぜ。ああ、本当にありがとう。絶対にこの恩は忘れない。みんな、ついてきて。ヨーヨが案内するよ。ああ、ちゃんと足元を見ないとダメですからね。